新潟県立有恒高等学校は、新潟県上越市板倉区にある県立、高等学校。有恒高校の前身である私立有恒学者は、明治29年、資材を投じた当時29歳の松村牧祭により、独力で創立された。かつては、西の松下村塾、東の有恒学者とも呼ばれており、牧一氏の教えは、 現在のアリツネ高校にも受け継がれている。アリツネ学者創立の時に、元幕臣の勝海舟が公名を書き送った。また、明治39年からは、合図81が4年間在職し、英語を教えた。増村牧祭公宅跡創立100周年、記念碑創立者である、増村牧祭先生の銅像、増村牧祭先生の見学の精神にのっとり、 特性を寛容し進んで社会に貢献する人材を育成する。増村牧祭の校訓、三高療語学期の教えは、現在の有リ高等学校にも受け継がれている。1、君子は義にゆり小人割にゆる。1、人なさざるありて、じる後にもってなすあるべし。1、公を先にし私を後にす。1、式季充実にして、総主堅固なるべし。一 出木号機の風を養い深くな弱と軽薄とを解無べし。1、霊場を重んじ虚色の風を除くべし。1、金弁霊先生とたる本文を尽くすべし。1、節制に注意し、体の強権を図るべし。ありがとうございます。